ものもなんですけど、この店も DIY したんですよ。そう、2人でやってるんですけど、2人で DIY して作りました。イカ焼き屋さんなんですよ。でもイカ焼きって1分で焼けるんですよ。リメイクをしながら、まあちょっと焼けるようにちょっとこう、仕上がります。はい、デラックスのイカ焼きです。大体小島の町って3時ぐらいになったら飲食店結構閉まっちゃうんですよ。でもここだと空いてるんで、ビールとか飲みたかったら飲めるし、もう最高のあてがあるんで、もうフラッと来てますね。飲食と、イカ焼きと雑貨のものもなんですけど、この店も DIY したんですよ。そう2人でやってるんですけど、2人で DIY して作りました。お店も手作りだし、この雑貨も手作りのものを置いてます。はい、一番奥のなんかその黒板というか、はい、黒板ですよね。黒板どういう感じなんですかね。このなんかちょっとこの雑貨っていうのは、その例えば思い入れのある洋服とか、まあ、ずっと大事にしてたバッグとかをお持ち込みしてもらって、それをリメイクして新たなものに作り直すというか、そういうのやってたり、洋服直しもやってます。なんかちょっとイカ焼き屋さんなんですよ。なんでまたイカ焼き、イカ焼き、例えばたこ焼きだとこれずっと焼いとかんとダメじゃないですか。でもイカ焼きって1分で焼けるんですよ。でこっちのリメイクをしながら、まあちょっと焼けるように、ちょっとこうすぐ焼けるんで、すぐ提供できるし、まあ焼いてない時はミシンを埋めるように。あ、でも初めて食べるんだったら、やっぱ定番のイカ焼きが一番イカ焼きの味が分かるんで、その辺がおすすめかもしれません。デラックス食べますか？どのくらい大きいんですかね。いや、やっぱ卵のイカ焼きとかの多分ボリューム2倍とかあるんで、ああ具が4種類のトッピングが全部入るから、その分大きくなります。じゃあデラックスいきます。なんかイベントやられる？そうですね、今度7月2日に王子マリンパークって言って、からことなんです。小島からずっと渋川の方に海岸沿いをずっとまっすぐ行ってたら、ここから30分ぐらいですかねのところにある王子マリンパークってとこで音楽イベントをするんで、でそこにちょっと渋川動物園からミニホースとヤギと小動物ウサギとかもうちょっとブッキングかけて、子供たちもちょっと遊べる一日にしたいなと思ってて、はい、そんなイベントがあります。ありがとうございます。でゲストでちょっと長いです。長いです。まあ、変な質問するんですけど、はい、たこ焼きとイカ焼きどっちが好きですか？ボールの方と、私がですか？はい、たこ焼きに本に近いんで、ちょっとお腹空いた時とかに多分ちょうどよくて、そうですよね。なんか軽くテイクアウトして、そこからこの小島というか、そうね、海見ながら食べたりとか、そういうので多分がっつりじゃないんですけど、ちょっとお酒のなんかこうおかずにしたりとか、そうですね、ちょうどいいと思います。値段もね、リーズナブルで、そうです、なんかこだわりとかあるんですか？これは生地にこだわってて、もちもちした食感の生地になってます。なんでお好み焼きとも違うし、
ちょっと他にないようなもうイカ焼きっていう感じの生地にこだわってます。もうソースもうお皿の上に乗っけた状態でさらに上にも下ついてなかったら嫌じゃないですか。そうですね、このソースとかもこだわって。これはちょっとはい甘めのブレンドちょっとしてます。マヨネーズ結構本格的ですね。カツオです。これで仕上がります。はい、デラックスのイカ焼きです。あ、一応リーチさん食べたことあるんですかね。そうですね、ありますよ。よく来られるんですか。そうですね、まあ、週に2回ぐらい2回じゃあどうぞ。はい、いただきます。うまいですね。昼から空いてるんですよね。昼ぐらいから空いてるんですよね。11時から空いてます。11時から7時までですよね。だいたい小島の町って3時ぐらいになったら飲食店結構閉まっちゃうんですよ。でもあのここだと空いてるんで、なビールとか飲みたかったら飲めるし、もう最高のあの当てがあるんで、もうフラッと来てますね。これいきます。熱いですか。うまい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にあのもちもち感が最強で、はい、とても美味しかったです。なんか まだ注文しようかなと思ったんですけど、ちょっと、はい、ねこれから用事があるということで、はい、すみません、ありがとうございました。はい、簡単にちょっと、はい、紹介させてもらったんですけれども、はい、お店の営業時間の方お願いします。営業時間は、11時から夜の19時まで7時までです。定休日は月曜日です。はい、あの結構なバイカーさんとかも来たりするっていうことなんですか。そうですね、バイカーさんが勝手に見つけてくれてうちの店を、それであのステッカーがどんどん増えていってます。じゃあぜひあのバイカーさん、はい、バイカーさんも来ていただいて、バイカーさんもファミリーもカップルもみんな来てください。はい、じゃあお一人で。そうですね、日曜日だけ二人でやってます。それが一人ですね。はい、じゃあぜひ皆さん行ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。